私もともと舞台をすごくやりたかったんですね。夢が叶ったっていう感じがします。今繋がらない電話、途切れた記憶の糸。何が起きたんだこの街で。誰かが禁断の呪文を口走ったのか。舞台魔術モチーフは人の密度の距離、人と人との関係性の距離とか、その生活の密度みたいなものを遊んでみようかなと思って作った作品なんですけどね。脚本を読んだ時にぜひやってみたいと思いまして。難しくはあるんですけど、難しいからこそ面白さがあるっていう、そこが魅力だなと思います。まさにナイトワールド全開の作品でしたし、精魂突き果てるまでこの世界の中に使ってみたいと思ってますけど、読むたびに割と伝わる思いというかが変わる、いろんな可能性を秘めてる作品だなっていうのは感じました。また不思議な本書き上がってっていう、いい意味でですけど、稽古場でみんな苦しむんだろうなっていうような、どう責任取ってくれるのか楽しみですね。初めての舞台に立たせていただくことになりました。とても緊張していますが、楽しみにしています。ぜひたくさんの方に見ていただければ嬉しいです。遊びに来てください。よろしくお願いします。